ルイエティエンヌ・ワトレは、フランスの風景画家である、ナポレオンのルート・ビヒスブルク訪問パリで商人の息子に生まれた。ワトレは独学の画家とされ、同時代の画家、シャルルがベによれば、自然と芸術への愛以外に、絵の詩はいないと、ワトレは語ったとされる。それでも18世紀後半のフランスの重要な風景画家、ピエール・アン・リド・バランシェンヌや、 版画家のジョルジュ・マルベストの工房にはしばしば出入りしていたことが知られている。1799年にサロンド・パリに初めて出展し、それから毎年出展を続け、1910年に2等メダル、1819年に1等メダルを受賞した。戸外で写生を行い、南フランス、サボはイタリア、ベルギー、チロルを旅し、ロマン主義のスタイルの風景画を描いた。 人気のある風景画家となったが、詩人、批評家のテオフィル・ゴーティエは、バトレの作品は時代遅れであると評した。プロスペル・バケ、テオドール・カリュエル・ダリニー、ポール・ド・ラ・ローシュ、アベル・デュ・フレーヌ、ジャック・ギオー、ピエール・トゥイエといった、フランスの次の世代の風景画家たちを教えた。1825年にレジオンド・ドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。